専属県は、かつて、東京都大田区南専属の専属池近くにあった、勝海州の別邸である。本校では隣接する、生命文庫と、勝海州記念館についても言及する。専属県後に立つ大田区立大森第六、中学校幕末、賭場、伏見の戦いで敗れた江戸幕府側は、官軍の西郷隆盛と交渉するために、 勝海州を代表にして勝ちを官軍が本部を置いていた池上本門寺へ出向かせた。結果として、江戸の町は戦火に飲み込まれることなく、無事江戸城は引き渡されることになった。その交渉の際、勝海州は本門寺へ行く途中、通りかかった先祖池の景色に惹かれた。その後、農学者、津田線の仲介で当地に土地を求め、1891年に、 別邸を建てた。これが、専属県である。かやぶき風の民家であったが、戦後消失してしまい、現在跡地は、大田区立大森第六中学校になっている。1899年に、勝海舟は死去した。生前より、勝海舟は当地に葬られることを希望し、現在では、専属池湖畔に墓がある。旧法王閣生明文庫の創設は、 東洋思想や仏教思想を普及させる団体として知られていた財団法人生命会が1923年10月に勝海舟の没後使われなくなっていた専続権を生命会の行動として譲り受けたことに始まる。翌1924年には生命会が勝家から別邸の隣の土地の寄贈を受け勝海舟の遺跡保存及び 国民精神勧用のための図書を収集し、公衆の閲覧に備えて社会に貢献する目的として、生命文庫が設立されるに至った。そして1928年には、行動圏図書館である建物が完成する。1933年から活動を始めたが、生命会は設立者の体調不良などで、わずか2年後の1935年に活動を終えている。 戦後の1954年、建物は学習研究者のものになり、法王閣という名前になった。2012年には大田区の所有となり、かつ改修の業績を検証する記念館整備事業が行われ、2019年9月7日にオープンした。この建物は、建築面積は548平方メートル、鉄筋コンクリートの2階建てで、20世紀前半に、 多く見られたネオゴシック様式を基調とした作りになっている。また、モダニズムの影響が見られる外観、建物の細部には、アールデコ調の文様なども施され、当時としては先端の作りであり、昭和初期に見られた洋風建築物の特徴を今によく残している。当建物は貴重な建物として、2000年に国の登録有形文化財に登録された。 大田区の郷土博物館条例に基づき、掃除業費11億円、展示資料購入費2870万円をかけ、法王閣の東側面に併設する形で増築。ベタ基礎鉄骨構造3階建て、外壁ステンレスパネル、屋上緑化。一般開放されることもあり、これまで非公開だった法王閣も、耐震補強、防火対策、空調整備、 バリアフリー化及び外観美化を実施するとともに、正面玄関上に掲げられていた法王格の名盤は撤去され、登記帽上で法王格という建物は抹消された。オープニングセレモニーには、アメリカ人と国際結婚したガチの三男であったカジウメ太郎の末裔で、ペンシルベニア州のジュニアタカレッジに歴史学の准教授として勤めるダグラス・スティフィラーも駆けつけた。 収蔵品は、価値時期筆の手紙や日記、複数使い分けた印象、袴や大礼服など45点。特に資料関係では、幕府に軍艦建造などを説いた解剖意見書の総工、無欠会場をめぐって、福沢諭吉と論争になった、痩せ我慢の説の往復書簡、関林丸の公開日記などを所有する。入館するとまず映像で価値の名言などを映像で、 紹介する、改修ブレインコーナーが出迎える。ついで管理丸の公開を3面の大型モニターで、紹介する、地の部屋、2階へ進むと別荘であった、専属圏のジオラマで、晩年の暮らしぶりを紹介する。なお、建設工事中は工事用仮囲いを活用し、公開予定資料の予告紹介や茂本秀吉による、かつ改修の墨絵アートをパネル展示した。営業時間。 10時18時、定休日、毎週月曜日、年末年始、他に、臨時休館、日中、入場料、一般300円、小中学生100円、駐輪場の未完備、館内撮影不可。ありがとうございます。